坪の平太郎坪の平太郎坪の平太郎は、日本の教育者、政治家。第二代神戸市長。号は何を石川県出身。1859年、石川県に生まれる。1886年に、東京帝国大学法科卒業。病気療養のために、安保軍法上に滞在する。 法上滞在中は同時に、英語学校を開校し、英語やテニスを教えたほか、傍州が、秘書秘関、海水浴に最適であることを全国に紹介したと言われる。その後は、外交官、定心商参事官、定心大臣秘書官、神戸郵便電信局長、日本貿易銀行支配人、兵庫県立商業学校校長を経て、1901年に、 第二代神戸市長に就任した。職員70人を解雇坪野は就任早々、部長、課長を含む、市職員約70人を解雇した。坪野の狙いは、前市長なるたき幸い安氏時代の常実人事を、一掃することにあったとされる。この動きは、大きな波紋に及び、神戸市会は、市長の年俸を2500円から2000円に、減額した。なお、 解雇された職員の中には、後の第四代神戸市長、鹿島房次郎もいた。後に市議となった鹿島は坪野を激しく追及し、辞任に追い込む一員を作り出したとされる。教育行政、坪野の在任中、神戸市政の大きな課題となっていたのは、教育分野における児童増加への対応であった。当時、神戸市の修学児童の激増と、 小学校令の改正により学校教室が大幅に不足していた。そこで、つ野は学校増設を計画し、1901年に7校増設した。しかし、それでも教室の絶対的不足は解消せず、一方で当時南下政策を続けるロシアに対する備えの必要から軍事費が膨張し、教育費が削減される傾向があった。つ野は、 その打開策として、二部教授、すなわち、学年のクラスを午前と午後とに分け、一人の教師が、それぞれ授業を行う方式を導入した。この方式には、教師の体力的負担増などを理由に反対論も、出たが、坪野は二部教授の担当者に手当を支給することで、反対意見を収めた。また、坪野は、学校教育を監督し教員の人間権をも、 有する、獅子学という役職を設け、毎日夕食時に、獅子学からの学校視察の状況報告を受けた。坪野は、全人を育てるには、全人の教師が必要だという考え、獅子学に対し市内の、全教師400人の、全人の程度5段階で評価して内密に、報告するよう命じていた。教育分野におけるその他の政策としては、 当時女性教師を排斥、礼遇する傾向が強かった中で、小学校が家庭の延長である以上、児童の教養に必要な母性愛は欠かせられないとの考えから、女性教員を積極的に増員したことや、働く子供に教育の機会を提供する民間有志の野学会を私立夜学校と解消した上で補助を行ったことが挙げられる。こうした施策から、坪野は、 教育市長と呼ばれた。六甲山への植林壺のは当時相次いでいた、水害への対策に市案を巡らせる中で、水源確保と砂防を目的として、六甲山への植林を考案した。第一期計画として73万3000本を植林すると、神戸区や吹き合区がこれに習い、九遊林への植林を行った。後の六甲山が、緑豊かな景観を持つようになったのは、 坪野の植林がきっかけであると評価されている。辞任1905年3月、坪野は、東山非病院敷地買収をめぐり、助役とともに隕石辞任した。これは、神戸市が敷地を直接購入することは、はばかられるとして、三次会員名義で購入した後で、移転登記させた行為について、司会側が反発し、事後承認を拒んだことによる、ものであった。 直上傾向の人物と評された壺野は、任期中、司会の反対にあって何一つ思うようにならないと、評されるほど司会と対立した。晩年の壺野平太郎市長辞任後は再び、教育会に身を投じ、県市教育長を経て1908年に、山口高等商業学校校長、1911年に、一橋高等商業学校第16代校長に、 就任した。当時、1909年の東京高等諸行、学校先行部廃指令が、1908年、1909年の、親友事件により、先行部を4年間存続させることとなり、その期限が迫っていた。坪野は、渋沢栄一らと共に奔走を続け、1912年に、その廃指令の撤回に成功した。 1914年8月、坪野は病気のため校長を辞職した。校長辞職後は再び、千葉県安房郡北条町に滞在し、かつての英語学校を再開させた。1919年には、東京小石川に安房育英会を設立し、安房出身の在教者を援助した。1923年の関東大震災後は、神戸市に転居し、 1925年65歳で死去した。壺野の名言として土地に掘れ横暴に掘れてその上に仕事に掘れる人は試合が残っている。墓所は立山市のジオン院。ありがとうございます。